ジョー・オズボーンは、1960年代から1980年代、ロサンゼルスでレッキング・クルート・ナッシュビルで、スタジオミュージシャンの A チームとセッションミュージシャンとして、活躍したことで知られるアメリカのベースプレイヤー。オズボーンは、地元のクラブで働き始め、その後歌手のデール・ホーキンスのヒット曲で演奏した。彼は20歳で、ラスベガスに移り、 カントリーシンガーのボブ・ルーマンのバックアップを1年間過ごす。伝説的なギタリストのロイ・ブキャナンをバンド仲間に迎え、オズボーンはギターからエレクトリックベースに切り替えた。ギータもベースも独学である。1960年、同じくルイジアナ州北東部のフランクリン教区出身のアレン、パドラー・ハリスとウェブスター教区出身のジェームズ・バートンと共に、 ポップスターのリッキー・ネルソンのバックアップバンドに参加し、4年間、過ごす。トラベリンマンなどのネルソンのヒット曲での彼の演奏は、より幅広い注目を集め始め、ジョニー・リバースなどのアーティストとのスタジオ作品に、進出する機会を見つけた。ネルソンバンドが1964年に解散した時、オズボーンは、ロサンゼルスのスタジオワークにフルタイムで転校する。次の10年間、彼は、 ロサンゼルスのスタジオミュージシャンの間で、ファーストコール、ベーシストとみなされ、ルーアドラーや、ボーンズハウなどの有名なプロデューサーと頻繁に協力した。ドラマーのハル・ブレインとベーシストのラリー・ネクテルとのコンビネーションマイナス・ブレイン、オズボーン、ネクテルのコンビネーションは、ハリウッド・ゴールデントリオと呼ばれている。彼のベースは、その間に、ロサンゼルスでカットされたヒットレコードの多くで、 数多くの映画音楽やテレビコマーシャルと共に聴くことができる。彼の演奏はママスパパス、アソシエーション、グラスルーツ、フィフス・ディメンションなどの有名なグループのレコード、サイモンガーファンクルの明日にかける橋とフィフス・ディメンションのアクエリアス、レッド・ザ・サンシャイン・インといった曲で聴くことができる。アコースティックギターとのメロディックな対応法で際立って、 ミックスされたベースをフィーチャーした曲はバンドのアメリカによる1972年のヒットシングルベンチュラ・ハイウェイである。彼はまたいくつかのジョニー・リバーズのレコードで演奏した。オズボーンは1969年のホリー・ホーリーの心に残るユニークなベースラインを含む1960年代後半から1970年代初頭から中期にかけて ミール・ダイヤモンドの大ヒット曲の多くを演奏した。オズボーンは後に人気兄弟、デュオ・カー・ペンターズとなるリチャードと彼を発見し、デビューの後押しをしたことでも知られている。カー・ペンターズのアルバムではキャリアを通じてベースを演奏している。ナンシー・シナトラの1970年代ののいくつかのレコーディングで演奏している曲を聴けるほか、彼は ドンフランシスコによって許された1977年のキリスト教アルバムのベーシストだった。1974年、オズボーンはロサンゼルスを離れ、カントリーミュージックの中心地ナッシュビルに移った。彼はスタジオでのアクティブなキャリアを続け、ケニー・ロジャース、メルティリス、ハンク・ウィリアムズ・ジュニアなどのボーカリストのバックバンドとして演奏した。あるカウントリストでは、 カントリーチャートで53曲のナンバーワンヒットのあるベーシストとしてオズボーンがリストアップされておりトップ4に入った曲は少なくとも197曲あったオズボーンの音楽的才能は242を超える様々な曲にクレジットされているが初期の頃は多くのパフォーマンスがクレジットされていないオズボーンは1988年にナッシュビルを去り ルイジアナ州北西部のシュリーブポート近くの稼働教区のキースビルに定住した。2005年から2018年12月まで彼は半引退生活をしつつ時折レコーディングを続けた。彼はリチャード・カーペンターと一緒に新しいチャートやレコーディングを作り続けること、そして地元の教会でベースを演奏することを楽しんだ。 ジョーは2017年5月まで地元でインスピレーションを与え、スタジオで働き続けた。彼の最新のクレジットは、ミカのアルバムと2018年8月にリリースされたジャズグラスアポカリプスに与えられている。オズボーンは2018年の初めに、水臓癌と診断され、2018年12月14日に自宅で亡くなった。 オズボーンのレコーディングキャリアのほとんどを通しての楽器は1960年のフェンダースタックノブジャズベースであった。これはネルソンとオーストラリアをツアーする直前にフェンダーから渡されたものだった。オズボーンはフェンダーが使用していたプレシチョンベースを送ってこなかったことに最初はがっかりしたと述べたがネックが狭いためた指が楽になったためジャズベースが好きになったと語った。 ラベラのフラットワウンドベースの弦でベースを20年も変えずに弦もそのまま交換せず演奏。そのスタイルは特徴的でペレクトラムを使っていることもあって共鳴した明るい音色が特徴的であった。このベースはテネシー州ナッシュビルのミュージシャンの伝道と博物館に常設展示されている。多くのプロデューサーやアレンジャーは従来よりも目立つベースラインをミックスしたり、 短いベースソロをアレンジに取り入れたりすることで彼の貢献にスポットライトを当てることを選択した。彼はアメリカのベースメーカーラクランドによって作られたシグネチャーベースジョー・オズボーン・シグネチャーを持っていた。2012年にフェンダーは彼の希望する仕様に従ってオズボーンのためのカスタムフェンダージャズベースを制作した。彼は10代のミュージシャン。 マシュー・デビットソンのデビューレコーディングでベースを制作、および演奏したときに、このベースで初めてレコーディングした。ジョーズ・ボーンは、1980年、1981年、1982年、1983年、1984年、および1985年に、カントリー・ミュージック・アカデミーから、ベースプレイヤー・オブ・ザ・ヤーにノミネートされ、 6回のうち4回の栄誉を獲得した。ありがとうございます。